ほら、これから練習を始めるぞ。ぼさっとしてないで準備を始めろ。あ、はい。宮司くん、最近はより一層気合が入ってるね。そうか。うん、なんだか楽しそう。なんだそれは。それって僕のこと、ライバルって認めたからじゃないですか。あ、あずさくん。うぬぼれるな。俺はいつでも気合を入れて己と弓に向かっている。宮地先輩、照れてるんですか。なんで俺が木の瀬相手に照れなくてはならんのだ。そういうことにしておきますよ。何かと引っかかるやつだな。その言い方だと、まるで俺が木の瀬を認めたことを恥ずかしく思って照れているみたいじゃないか。え、違うんですか。どうしたらそういう解釈ができるんだ。違うよ、宮地くんはあずさくんを認めたことを恥ずかしくなんて思ってないよ。ちょっと素直になれないだけだよね。おい、何を勝手なことを。そうだったんですか。認めてもらえて嬉しいです。だから誰がそんなことを。はいはい、そこまで。練習を始めるよ。準備はできてる？部長。木の瀬くん、君は宮地くんのライバルでもあるかもしれないけど、後輩なんだから、先輩をからかうようなことは言っちゃダメだよ。はーい。部長までそれを言いますか。だから俺は。あんなこと言われたら、ますます素直になれなくなっちゃうね。おい。宮地くん、練習を始めるから、後輩を指導してあげてくれるかな。はい。任せてください。あ、宮地先輩、今日は僕にご教授いただけませんか。わかった。それじゃあまとまへ行くぞ。ありがとうございます。でも宮地くんと木の瀬くんが少しでも歩み寄れたみたいでよかったよ。本当ですね。部が一つにまとまった気がします。宮地先輩、そこは違うと思いますよ。あ、あずさくん。なんだと。え、木の瀬くん、そうなの。なになに、面白そうじゃん。木の瀬が宮地に間違いを指摘する。副部長に意見できる腕前を持ってるからできることだよな。切磋琢磨して二人の腕が磨き上げられていくといいね。そうですね。どこが違うというんだ。説明してみろ。木の瀬はさすが弓道を分かってるな。俺たち顔負けだな。同じ学年なのにすごいな。まして宮地副部長に意見できるなんて。え、何が。僕は違うと思ったことを違うと言っただけだよ。そこは絶対にこうだと言ってるだろうが。納得できません。いいライバル関係になりそうだね。そうですね、部長。僕が考える限りこうする方がやりやすいです。そうなのか。本当だ、木の瀬やるな。確かに宮地先輩のやり方もいいですが、木の瀬くんのやり方もいいですね。そうだな、俺も参考にさせてもらおう。いい感じだね。宮地くん、また眉間にシワ寄ってる。宮地先輩、眉間にシワができてますよ。ほっとけ。このままだと眉間のシワが消えなくなりますよ。ははははは、確かにそうだな。木の瀬が言うことに一理あるな。宮地先輩の仏頂面が怖くて、ますますみんなが近寄りがたくなるのでは。そんなことは。木の瀬。何ですか。
お前には腰を落ち着けて物事をしっかり受け止める気持ちが足りないようだな。やばいやばい、これは来るぞ。鬼の副部長が切れる5秒前、5、4、3、2、1。弓を引くには100年早い。基礎のゴム引き1000回やり直してこい。ゴム引きですか？別に構いませんけど、今からじゃあ授業に間に合わなくなりません？なんだと？今から逆算すると打ち込み100本くらいが妥当じゃありませんか？お前が仕切るな。気に入りません？じゃあ車上の掃除にします？そういうことじゃない。ああ始まったぜ。俺たちは練習に戻るか。そうだな。え、あの部長、そろそろお願いします。そうだね、これ以上は止めないとね。二人ともそこまでだよ。弓道場で騒がしくしちゃいけないのは基本中の基本でしょ。また俺としたことが。部長、申し訳ありませんでした。宮地くん、ほら、あずさくんマイペースだからね。先輩、やっぱり僕ってマイペースですか？よく言われちゃうんですよね。どうしてでしょう？どうしてだろうね。木の瀬は緊張感というものを知らんのか。え？知ってますよ。慣れない物事に直面した際の心理状態を示す言葉のことですよね。あずさくん、辞書みたい。そういうことじゃないだろう。先輩、僕何か間違ったこと言いました？間違ってはないんだけど。木の瀬、誰が語彙の説明をしろと言ったんだ？はいはい、もういい加減そこまででやめておきなさい。二人とも練習に集中して。宮地くん、あとは任せていいかな。ちょっと春樹先生と打ち合わせしたいことがあってね。はい、わかりました。よろしく頼むよ。あ、部長、いってらっしゃい。ありがとう。君は練習張り切りすぎないようにね。はい。よし、練習を再開させるか。そうだね、時間がもったいないしね。そういえばあずさくん、なんか目が生き生きしてるね。あ、先輩、やっぱり気づきました？宮地先輩みたいにライバル宣言してくれた人初めてなんで、僕嬉しいんです。そっか、ついつい張り合いたくなるというか。ついついだと？俺と張り合うにはまだ早いぞ。そうですか。それより先輩。え、何？木の瀬、人の話を聞け。大体お前は。二人とも、そろそろ練習再開させるよ。はい。なんかお前は部長に似てきたな。そんなことないよ。でも二人ともいつまでも喋ってちゃダメだよ。すいません、つい悪かったな。練習が終わるまでは集中。おしゃべりはその後にしてね。はい、僕練習に戻ります。さ、宮地くん、私たちも練習しよう。そうだな。ん？どうしたの？なんか今日のお前は頼もしいと思ってな。宮地くんとあずさくんの喧嘩を間近で見ていて度胸がついたのかも。お前な。まあそのな、悪かったよ。ん？何が？俺と木の瀬との一件だ。お前も心配していたと部長に聞いたからな。うん、心配した。でも宮地くんとあずさくんはきっと仲良くなれるって信じてたよ。仲良くはないと思うぞ。またまた、まあそういうことにしておいてあげるよ。お前は
木の瀬にも似てきたぞ。そんなことないですよ。さ、練習を再開するよ。お前が仕切るな。副部長は俺だ。はい。おはよう。もしかして起こしちゃったかな。いえ、はい、寝てました。すみません、私休日練習のことすっかり忘れてて。ん？今日はもともと休日練習ないよ。ごめんね、僕からの電話だったから慌てちゃった。あ、はい、でも遅刻じゃないならよかったです。それじゃあどうして。実はね、ちょっと手伝ってほしいことがあって。もし予定がなかったらでいいんだけど、手伝ってくれないかな。今日は特に予定もないですし、いいですよ。でもお手伝いって何をすればいいんですか。ありがとう、すごく助かるよ。それがね、春樹先生に頼まれた仕事で、僕一人じゃどうにもならなさそうなんだ。春樹先生に頼まれたんですか。そうなんだ。連日の練習で疲れているところに本当にごめんね。気にしないでください。部長にはいつもお世話になっていますから。すぐに着替えて道場に行きますね。ありがとう、思い切って君に電話してよかった。それじゃあ弓道場の前に来てもらっていいかな。はい、それに私でよかったらいつでも声かけてください。それじゃあ後で弓道場で。おはようございます。おはようさん、お前は朝から元気だな。犬飼くん、それにみんなどうしたの。部長に電話をもらってな。宮地君も部長に頼まれたんだ。それじゃあみんなも。副部長から聞いて速攻で部員叩き起こして回ったぜ。俺たち弓道部員が部長のピンチに駆けつけないわけないだろう。部長のピンチはともかくとして、朝から白鳥に起こされる羽目になったぜ。せっかく美女に囲まれてる夢を見てたのに気分悪い。うえ、犬かい、それはひどくないか。白鳥先輩、いきなり僕の部屋に入ってくるんですもん。びっくりしましたよ。最初は妖怪かお化けかと思いました。黒馬、お前もひどくないか。はあ。白鳥先輩はどうでもいいとして、で、一体何なんですか。みんな俺に恨みでもあるのかよ。俺でも傷つくんだぞ。みんな白鳥くんが好きなんだよ。だから気にしない方がいいよ。お前だけだ、そんなことを言ってくれるとは。俺は今猛烈に幸せだ。単純なやつ。それで部長は春樹先生に何か仕事を頼まれたって言ってたけど。おはよう。あれ、みんな揃ってるんだ。僕は彼女と宮地くんにしか連絡してないのに。俺も白鳥にしか話してません。朝食堂でばったり会ったので。部長がピンチだって言ったらみんな駆けつけてくれたんですよ。部長の人徳です。ごめんね、せっかくのお休みなのに。すごく嬉しいよ。気なんか使わないでくださいよ。俺らどうせ暇なんですから。はい、
僕でお役に立てることがあるのでしたら力になりたいです。あ、僕は少し眠いですけど手伝います。私も手伝います。で、部長、春樹先生に頼まれた仕事って何なんですか？うん、実はプールの清掃を頼まれちゃったんだ。一週間前、職員会議の後、先生方同士で食事会があったみたいなんだけど、そこでちょっとしたゲームがあったみたいで。ゲームに負けた春樹先生がプール清掃のメンツ集めすることになったんですね。食事会というより飲み会だな。つまり春樹先生の罰ゲームが弓道部に回ってきたってわけか。あの人お酒絡みのネタ多そうだからな。職員室でもマスコット扱いされてるし。そういえば毎年うちのプール開きは7月6日だよね。今日は7月5日です。すっかりそのことを忘れていた春樹先生が今日になって焦って部長に頼んだというのがことの真相でしょうか。春樹先生らしいな。うん、木之瀬君正解。朝泣きながら電話してきてね。春樹先生は他校の先生との会議で一日学校を開けるらしいんだ。相変わらず部長はお人よしなんですから。俺たち慌てて駆けつけて正解でしたよ。だらしがないとは思うが、顧問の春樹先生に頼まれた以上責任持ってプール清掃するぞ。部長と春樹先生のためだ。気合い入れてプールをピッカピカにしようぜ。はい、僕もお手伝いします。今日はクソ暑いし水浴びにはもってこいだからな。木之瀬、お前も来るだろ。先輩に力仕事はさせられませんからね。ありがとう、あずさくん。みんなで頑張ろう。おお。広いから手分けして掃除するぞ。それとくれぐれも転んで怪我だけはするな。俺たちはインターハイを控え。先輩、水かけないでくださいよ。わりわり、手元が狂った。小熊の場合水も滴るいい男ってわけにはいかないな。おし、洗剤ばらまくぞ。俺に道を開け。あいつらすっかり遊んでやがる。怪我でもしたら承知せんぞ。まあまあ、楽しんだ方がはかどると思うし。彼女の言う通りだね。たまには息抜きが必要だよ。怪我しないように気をつけさえすればいいと思うよ。部長がそうおっしゃるなら、あいつらの悪ふざけは今日だけ目をつぶります。僕はこっちに被害がなければ何でもいいです。そうだね。それじゃあ私は向こうの方掃除してきます。先輩、僕もお供します。先輩ちょっとドジなところあるから、転んだ時は僕がしっかり受け止めますよ。え、あ、ありがとう。待て、木之瀬、こいつのサポートなら俺がやる。お前はすぐにふざけるから任せられ。え、ふざけるってひっどいな。僕は先輩に関してはふざけてません。それ以外では、うん、ご想像にお任せします。やはりふざけてるじゃないか。こらこら、二人とも喧嘩しちゃダメじゃないか。仲良くプール掃除をしなくちゃダメでしょ。わかった？すみません、部長。はい。それじゃあ、僕たちは二人で飛び込み台の掃除をしようか。はい。部長！先輩取られた。宮地先輩と二人で掃除なんて本当に罰ゲームですよ。勘弁してください。聞こえてるぞ、木之瀬。相変わらず地獄耳ですね。おっと、怒られる前に僕はブラシと洗剤取ってきます。まったく、あいつは。さあ、足元に気をつけてね。あ、ありがとうございます。白鳥、お前制服めちゃめちゃ汚れてるじゃん。掃除のついでに洗濯したらどうだ。ほら、うわっ、冷たい。
顔は関係ないだろ。俺の顔が汚いってか。ちゃんと朝顔を洗ったぞ。反撃してやる。これやら負け犬なめんな。がこの野郎やったな。俺の中の眠れる獅子を目覚めさせちまったみたいだな。こうなった俺は歯止めが効かねえぜ。とりゃどわっ、全身びちょびちょになっちまったじゃねえか。おい黒魔、俺の盾となれ。し、白鳥先輩、僕を盾にしないでくださいよ。うわー、冷たいです。ザリーぞ、男なら正々堂々と勝負しやがれ。目の付けどころがいいと言ってくれ。お前は真面目に掃除しろ。あともう少しで終わる。ああすみません、宮地先輩にかかっちゃいましたね。ホースの調子が悪いみたいで。今笑っただろお前。わざとだな。どうなんだ。ナイス滝のせい、いいぞ、もっとやれ。嫌だな宮地先輩、鬼の形相で睨みつけないでくださいよ。だいたい後輩を疑うなんてひどい。あすまん、ホースの調子が悪いみたいだ。おお、副部長の仕返し。副部長も乗ってきましたな。あ、絶対にわざとですよね。わかりました、こうなったら全面戦争です。望むところだ。あわわわわわわわ、宮地先輩と木瀬くんも始めちゃいましたよ。こうなったら僕も本気出しますよ。やれやれ、宮地くんまで参戦したとなるともう止められないね。濡れるといけないから君は僕の背中に隠れて。部長も一緒にどうです。ほら。え、あ、部長大丈夫ですか。木の瀬、お前部長になんてこと。いいんだよ宮地くん、でもずぶ濡れになっちゃった。君にはかからなかった。部長がかばってくれましたから。先輩もどうですか、気持ちいいですよ。おお、部長もお前も参戦ですか。そうだね、ここまで濡れるともう諦めもついちゃうね。そうですね、私たちも参戦しちゃいましょうか。よっしゃー、盛り上がってきたぜ。よし白鳥、ミッション負け犬の底力見せてやるで、宮地に攻撃だ。なんだその長い作戦名は。だが俺も負けるつもりはない。負け犬に失うものはないんだぜ。いつもいいところ持っていきやがって。俺にも少し分けろ、昆虫ショーアタック。な、ちょっと白鳥先輩、僕にもかかったじゃないですか。白鳥先輩がその気なら僕も本気を出します。覚悟してください。木の瀬くんは白鳥先輩に本気です。意外と子供っぽい。そうだね、天才って言われてるけどなんだかんだ言ってまだ1年生だもんね。でも楽しそうでよかったよ。そうですね。ねえねえ小熊くん、ん、何です。うわ、先輩まで僕に水かけるなんて。いいですよ、僕も男です、負けません。私も負けないよ。うん、気持ちいい。今日はすごく楽しかったな。はい、宮地先輩まで参戦してきたのは驚きでしたけど。宮地くん、遊びにも全力投球の人だから。そうだよね宮地くん。そんなに嬉しそうな顔をするな、まったく。それじゃあ水を張っていくぞ。おお、じゃんじゃん入れろ。なんか泳ぎたくなってきたな。宇宙科がメインでプール使うんだもんな。基本的に宇宙科は一年中使いますよ。僕たちは地下にある水深がある方がメインになりますので。でも青空の下で泳ぐのも悪くなさそうですね。そうなんだ、知らなかった。やはり
科が違うとカリキュラムも授業内容も全く違うんだな。そうだね。体力的にきついのが宇宙科で、精神的にきついのが星読み科だって聞いたことあるよ。どっちも特別な才能が必要な科だもんね。確かに僕たち天文科は観測や分析がメインですからね。うんうん、やっぱり星月学園って面白いね。私この学園に入学できてよかったな。ねえ、ちょっと手伝ってほしいことがあるんだ。はい、いいですよ。何でしょう？ついてきて。みんな、ちょっと僕と彼女で忘れ物取りに行くから待っててくれないかな。はーい。忘れ物ですか？みんな、春樹先生からスイカの差し入れもらってたんだよ。マジっすか？スイカですか。いいですね。やはり夏といったらスイカは欠かせません。スイカを見ると夏って感じがします。たくさん切ってきたからいっぱい食べてね。やったー、今年初スイカだぜ。やっほーい。頑張った甲斐がありましたね。おい白鳥、スイカは一人一つだ、欲張るんじゃない。いいじゃんいいじゃん。おい、スイカの種爆弾だ。うわ、種飛ばさないでくださいよ。おいおい、今度はスイカの種戦争か。元気すぎるぞ。なんだかこういうのいいな、青春っぽいっていうのかな。春樹先生が知ったら悔しがりそうじゃありません？青春は短い、宝石のごとくにしてそれを惜しめ。なあ、宮地先輩が青春っぽいこと言ってますよ。一大事みたいに騒ぐんじゃない。今のは春樹先生の受け売りだ。いい言葉だね。僕たちも大人になって今日のことを思い出して、いい思い出だなって思う時が来るのかもしれないね。そうですね。へへー、コグマ、お前のスイカよこせよ。ああ、俺も分けてほしいな。それ食べないんだろう？もう食べちゃったんですか？それに僕食べないなんて言ってません。いいからよこせよ、俺が食いたいんだよ。おとなしく渡しておいた方が身のためだぜ。どこのチンピラですか？やめてください。おい、お前ら後輩のものにまで手を出して恥ずかしくないのか。しょうがねえじゃん、コグマが食べてほしいって言ってるんだから。なあ白鳥。そうだぞ副部長、俺らの可愛い後輩が先輩のためを思って差し出そうとしているものを断れないだろう。ないのかい。うんうん、そうだそうだ。そんなこと一言も言ってないじゃないですか。まったく、お前らは少しは先輩としての威厳をだな。うわっ、白鳥、うわっ。あ、宮地君に白鳥君。大丈夫？ああ、何やってるんですか、宮地先輩も白鳥先輩も。元気だね。これはこれで楽しそう。プールに落ちるなんてダッセー、とどめを刺してやる、とりゃ。犬飼先輩、それはひどいですよ。もうみんなしょうがないな、危なくないようにほどほどにね。なんか楽しそう。これも青春といえば青春なんですかね。